はい、これも貴重なやつなんですが、当時の箱付きのロータスエリートですね。で、ロータスエリートというのは、まあ、どういう車だったかといいますと、ロータスエリートというのは、まあ、こういうような、車になります。これ青いやつでね、この色合いが非常にちょっと気に入ってるところのスライドがあるんですが、ロータスエリートは、74年5月に登場した大きく豪華なクリオンシーターブリーを持つファストトワラ。かつての名車エリータの名を施すものの、59年から62年の初代とは全く性格を異にしており、こちらは L1 プラス2の路線を進めたスポーツワゴン風のハッチバック。で、同時にロータスはこのモデルを高じめで軽量コンパクトなピュアスポーツ化が一種のエキゾチックカーメーカーへと変形を取った。機能的にロータス伝統の X 字型バックホームフレームに全 WS 資本コイル、後ろトレーニングアームプラストランスバースリングコイルという前輪独立サスペンションを持つ。エンジンはロータスがジョンセンシーレ用に搭載していたブグースコールユニットをベースに開発したタイプ907。ブロック、ヘッドともにアルミ製、コックベイト軌道の直四 DOAC、1気筒あたり4個筒の16バルポを特徴としている。排増排気量が 1973cc からヨーロッパ向けのトルストの水運キャブ 9.5 の圧力で155馬力、6500m。アメリカ向けはジェニシストロングバー2個と 8.4 の圧力で140馬力を発生。トップがオーバードライバーの5速に手を施して、ヨーロッパ勝利最高速度は206キロ、0から97秒加速7対1秒という性能を発揮。設備は豪華で、パワーウィンドウや市街リアウィンドウからパワーステアに、エアコン、ステレオも用意されている。それ分価格は高くて、米国内標準的にもジャガー XJ12C を上回り、豪華版では D の 246GT やポルシェ911に迫っているんですね。で、75年10月にロータス初の3速 AT、BMW 製がオプションリストに加えられて、80年5月にエンジンが 2.2 リッターに再現され、シリーズ 2.2 となった。で、83年に生産終了するまでトータルで2531台というのが、まあ、送り出された、車なんですね。で、このロータスエリートは1974年の1月から1983年の1月まで、まあ、販売された2代目の、ロータスエリート、という車になります。非常にこの、まあ、先ほど言いましたけど、この青い色というのが、非常にちょっと気に入っている、部分でですね、なかなかそういったところが良いなといった、感じになっています。で、まあそしてまあこのですね、この内装も赤もなかなか良いですし、もうこれもう昭和時代のトミカなんて、今からもう30年以上も昔の、もう下手したら40年ぐらい昔の車なんですけども、まあ、それにしても状態が箱とともに結構いい状態ですね。こんな状態で残ってるっていうのはなかなか珍しいんじゃないかなと思うんですが、まあ、こういった車というのは非常にいいなという感じで、この形もちょっと独特な形はしてるんですが、その独特な形がまた何とも言えないね、いい形をしてるかなといったところでございますね。というわけで、どうもありがとうございました。